願いいたします。はい、皆さんこんにちは、佐久間由衣です。本日は短い間ですけどよろしくお願いします。こんにちは、阿部慎之介です。今日は、よろしくお願いします。皆さんこんにちは、本日はありがとうございます。撮影はもう少し経ってから始まるので、台本もまだでききっていないんですけれども、僕自身も読んでいて次の輪が気になる面白い作品だと思うので、ミステリーコメディぜひ楽しみにしてください。よろしくお願いします。記者の皆さん、今日はどうか誰も蒼井優ちゃんと山里さんの結婚について聞かないでください。私が演じさせていただいた関口優香という、この物語の主人公でもある一人の女の子が、自分の身一つで現在と江戸を行ったり来たりするんですけど、その一つの作品の中で現在と江戸と全く違う世界観で作られているので、その小説を飛び越えてこの映像化をするにあたって、なんかその世界観が両方楽しめるのはすごい贅沢なお話だなっていうのもありますし、何よりその彼女が現在ではなんか冴えなくて一生懸命頑張ってるけどうまくいかないことが多いけど、江戸時代に行ってからまたいろんな人と出会って、その中でいろんな出来事を乗り越えていくうちに、その自立していくというか成長していくお話でもあるので、そこもぜひ見ていただきたいところであります。ハードですね。ハードでした。読んだ時は自然とちょっと泣いちゃったんですけど、僕は脚本読んでやっぱりそうやって自分に反応がある作品と、まあそうじゃない時もあるんですけども、共感しやすい役なんだなということをまず一番最初に読んだ時に思いましたね。自分は陣内徹という役を演じさせていただくんですけど、都市伝説ライターっていうのは初めてなので、はい、しかもイケてない都市伝説ライターなので、ちょっとなんかそこら辺その役どころを自分自身も作っていく過程が楽しいと思うので、自分の中で探していきたいと思います。それでまあなんで俺にって思ったんだけども、まあちょうどタイミング的にその今年の2月に僕が脚本書いた映画を監督して撮影を今年2月にして今仕上げ中なんですけども、まあそういうタイミングもあったり、あとまあそのまだ世に出てない原作を選ぶということは当然今までやったことがなくて、で今50でまあクイズ番組の司会とかもやったりしてますけども、50で初めてやったことないことをやるのもまあ面白いなと思ったし、まあもちろんその世に出てない原作を選ぶっていう行為も非常に興味があったのでお引き受けをいたしました。役者なので、なんかそういう役者としての関わり方もできないかという話を今ちょっとプロデューサーの人と話してるんですけども、まあ佐藤二朗を探せじゃないですけれども、そんな楽しみ方をしていただければなという感じで思っています。佐久間由衣ちゃんがやった時空探偵おゆうというのはもう撮影終わってますんで、まあ、それはまあワンシーン出てます。どの役かは言えませんけれども、でもその阿部君とか小関君のやつは、まあ、さっきプロデューサーとも話したんですけども、もう本当に通りすがるだけとかですね、後ろ姿だけとかですね、後ろ姿がいくらなんでもわからないか、横顔だけとかですね、セリフなくてとか、そういうそれぐらいのちょっとしたね、本当にそれだとリアルに佐藤二朗探せじゃないですか、それぐらいの方がいいような気がするけどって言ったら、さっきプロデューサーの池田さんという人は、まあそういうのもあっていいですけど、もうちょっと出ていただきたいみたいなことを言ってましたけども、僕は決してそのセリフを覚えたくないとかローカロリーでやりたいとかっていうことではなくですね、もしかしたら僕のいないところで出られるかもしれないですし、ちょっと楽しみですね。僕はもう暗殺者死神が佐藤二朗さんだったが楽しみ。それガッツリキャストなの？それはちょっとない、それめっちゃメインキャストなんですよ、はい、全然そのそういうんじゃない、もう本当通りすがりとかそれぐらいでいいなっていう感じ。この作品は風俗店が出てきたりするので、お客さんがいいんじゃないかな。何？阿部、風俗お前の主演は風俗店の話か。そうです。ごめん、俺ガッツリ出るわ、それは冗談ですからね、全部